たので、最近料理を本格的に、花嫁修行として覚えていこうと思い、自分でもお食とかいろんなものを作ってるんですけれども、前にちょっとこちらのお店でご飯をいただいたんですが、とっても美味しくて、イタリアンを本格的に教えていただきたいという話をしたら、すごく心よく引き受けてくださったので、今日から、時間を見つけて料理を、イタリアンを習いたいと思います。はい、それでは今日お世話になるのは、オステリアティーのボスこと、宇田川さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、うちの売りであります野菜料理を使って、はい、バーニャカム、アンチョビとニンニクを使ったソースですね、はい、それをまず覚えていただいて、はい、あとは結構皆さん美味しいとは言われるんですけど、踏み込まない料理としてリューチパスタ、もう本当に簡単なので、時期の食材を使って今日はちょっと2種類パスタとお野菜料理を覚えていただきます。はい、よろしくお願いします。この中には、セモリナ粉と、で、こっちには卵です。で、ここに少しオリーブオイルを入れる。はい、オリーブオイルを入れると、はい、その水分の代わりにはなるんですよね。で、水を入れてしまうとどうしても生地が柔らかくなっちゃうんですけど、油を入れるとその水分量としては多くなるんですけど、が練りやすい。ただ茹でた時に油って抜けるんで、はい、しっかりした食感、硬さの出た生地が。まとまったぐらいだけのものを練ってもらう、はい、で練り方としては、はい、半分に折りたたむ、はい、で持ってきて、はい、体重、はい、はい、あ、結構硬いですね。それが練れば練るほどそのパスタのシコシコと、はあはあ、食感につながる、ひとまとまりになって、本当はもう少しこう生地がツヤが出るぐらい、これぐらいだったらラップして、はい、寝かせる、半日ぐらい、はあ、これ今すぐ食べれるわけじゃないですね。そうです、これそのまま伸ばしちゃうと麺が綺麗な形になる。これは伸ばしてる。そうです、これをなるで、さっきのパスタの練りが弱くても、ここで練るのと同じ効果が生まれるんで、すごい。で、ここで終わりじゃないです。これをもう一回固めます。それで、ちょっとこうパスタにコシを出した感じですね、はい、それでまた伸ばすの。そうです。で、あとは普通のパスタの、長さぐらいですね。ちょっとちょうど3等分、ちょっと短めの3等分ぐらいです。これなんか持つのめっちゃ緊張するんですよ。はい、すごい綺麗。で、まずニンニクですね、はい、塊でいいですよね。オイル結構たっぷり入れるんですか。まだ少ないです。あ、そうなの。ここから最後また仕上げにいい時に絡めていくんで、これもう香りやばいですね。殻があるもん、殻を焼いた香りをつけてあげた方がより一層サトレーになったらいいので、で、キャベツも、ここも男の身で、で、ここだっていうと水分を飛ばしたりとか、飛ばすんじゃない？はい、あんまりあると辛味が悪いんですよね。で、ここで仕上げのオイルとちょっと、これはさっきのオイルさっきのピュアピュアオリーブオイルですね。で、これはエキストラバージョンですね。仕上げと変えるんですか。そうですね、やっぱり香りが全然違うんで、すごいたっぷり、これが旨味の元です。で、これを
最後、まあ、読みですね。イタリアンパセリですね。ザンザの。すっごい綺麗。あの赤と緑の感じがします。はい。次は桜エビとキャベツの料理ですね。はい。冷蔵庫にずっと入ってた野菜ってどうしてもしなっとしてますよね。できれば茹でる前、特にこれからの時期っていうのは、こういう冷水につけてあげてから茹でた方が、その野菜自体が水分ないのに茹でても野菜の味は立たないんです。あ、野菜っていうのはやっぱり水分を持ってる食べ物なので、野菜に水分を吸わせてあげて初めてそれを加熱してあげるとその野菜の味が出る。だから触ってもらうと分かるんですけど、いいんで、何でもいいです。すごい硬い、パリッパリですね。この状態にしてあげて茹でてあげるのが野菜の味が出る。はい、でこうやって、白身のものから茹でてます。これはもう別々に茹でてもいいんですか？あのやっぱり茹で時間が違うので、あのニンニクって結局デンプン質の多いもので、はい、その煮こぼすことにデンプンを抜いちゃうんですよね。はい、で抜かないで作っちゃうとソースがデンプンでドロッとした感じになっちゃうんで、それをあの抜くためにその茹でこぼしてあげる。でもそれででんぷんの要素って取れるんですね。取れます。はい、最初の時だけ牛乳でやって、ま、巻きこぼす、ね、吹きこぼす手前で捨てて、で今度は鍋にお水入れて沸かして捨てて沸かして捨てて、はい、でそれからオリーブオイルに入れて煮ときます。はい、でオリーブオイルですね。はい、これで、中火のちょっと弱火ぐらいで煮ていきます。はい、揚げるんではなくて油煮にします。あればいいんですけど、はい、オレガノ、オレガノ、はい、あくまでもニンニクの酸味消しに近いような、はい、でこれで、ある程度ちょっと茶色く色がつくまでそのまま煮して、はい、でこのままアンチョビ入れて、そうですね、大体そうですよ、もう5分ぐらい、はい、軽くまた茹で上げていきます。はい、これいいですよ、そのままで。すごい。はい、これで、はい、ソースです。すごいセンスが問われる感じですね。どう穴を埋めてくる。そうです、何の色が多いかっていうのをまず見ます。で、グリーンが多ければグリーンをまずベースに置いちゃうんです。でそこから、色のあるものを置いていけば、こんな感じで。はい、それでは完成しました。こっちがバーニャカウダお野菜で、こっちが桜エビとキャベツとアンチョビのパスタですね。はい、でちょっと今日はバーニャのソースとそのテルチェパスタの作り方をしっかり教わったんですけども、バーニャは意外とすごく簡単で、ただこう何て言うんだろう、プロの人が作るものと素人が作るものってその一手間が違くて、野菜だったら氷水に漬けてから茹でるとか、そういうちょっとした手間でこんなに素敵なものができるんだなっていうのも分かったし、ぜひ今度自分でも家でも作ってみたいし、ボスにカルボナーラを教わりたいなと、次回ぜひカルボナーラ教えていただきたいなと思います。はい、いただきます。うん、やばいですね。たまらん。ということでですね、今回お邪魔させていただいたこのお店は西麻布にあるオステリアティというお店でございます。とっても野菜にこだわっているお店でもあるので、こういう素敵なお店でお野菜いっぱい取ってみてはどうでしょうか。またお邪魔して、ボスに料理教えてもらいたいと思います。ありがとうございました。